やってきました。初めての福井県のスキー場、九頭竜スキー場、九頭竜です。どうも九頭竜です。天気予報、前日のニュースでは、福井県が大雪だということで来てみたら、なんと正面のチャレンジ A コースだっけかな、 A か、このリフトがゲレンデトップになるんだけど、あそこの正面のコースが41度あるらしい。これはちょっと無理だな。となるとこれ右だろう。これはちょっと、これはダメだ、厳しいな。滑れなくはないけど、慎重に降りるかい、そこまでじゃないから右の、いやーでもなんか怖い、出なくはないけど、もう出てるしこれ無理だろう、ちょっと危ない。まあ無効だな、一本は朝一は。ていうかこのコース空いてないんじゃない、こんな暗く空いたら無理だろうし。あ、でも左に行こうとしてね。でも行けるっちゃ行けるんだろうけど、俺はいかんよ。ふう、あ、深い深い深い。ふう、いいね、軽い。わあ、溜まってるけど緩斜面なんで、ちょっとスピードをつけて、いいね。次はなんか一本左側の何コースだ、チャレンジ B か、チャレンジ、いいじゃない、はい、直角コースですね、これ。
怖い。どうですか？リセットしてるかな？